皆様、今日も秀急行をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定品について秀急行の目線で紹介いたします。今回はポスターが2枚、まず1枚目からこちらがラインナップされております。まずはこちらから381系ヤクモリニューアル編成です。1982年の伯備線、山陰本線一部電化により、特急ヤクモ号がキハ181系から電車特急381系に置き換えられ、以降国鉄特急色で運用されておりました。分割民営化により JR 西日本へと引き継がれ、1994年からはスーパーヤクモ号の運転に際しまして、パノラマグリーン車を連結し、薄紫色地に青紫、白、赤紫の帯が施された塗装に変更されました。そしてスーパーヤクモ改造をなされなかった車両につきましても、1997年よりリニューアル改造が施され、灰色地に緑色、黄色の帯の塗装となりました。今回の模型はこの塗装の381系がモデル化されます。模型は6両基本セットと3両増結セットがラインナップしており、組み合わせることにより多様な編成を組成することができます。平成9年1997年頃から始まったグレードアップ工事完了後、先頭車のホイッスル撤去及び先頭部ロゴマーク掲出以降の姿がプロトタイプ。平成22年2010年頃まで活躍したグレーの車体にグリーンとイエローの帯を巻いたヤクモ塗装を再現。サロ381は非常口のないボディとリニューアルに伴い1プラス2列に固められた座席を再現。また側面車端部のトイレ点検蓋がない形態を再現。クモハ381を含め全車側面サボウケありのボディを再現。クハ381および基本セットのクモハ381の先頭車先頭部はダミーカプラーカバー付き、増結セットのクモハ381は増結用カプラーを取り付け済み、基本セットにはクモハ381用の連結用カプラースカートを付属、愛称表示は変換式トレインマーク採用、ヤクモスーパーヤクモ通勤ライナーをクハ381用幅広、クモハ381合わせまで収録。他の仕様については記載の通りです。こちらの商品は 10-1777 381系ヤクモリニューアル編成6両基本セット、 10-1778 同3両増結セット、2023年3月の発売予定です。続いては500系新幹線です。500系は1997年3月22日より山陽新幹線で運行を開始、同年11月29日には東海道新幹線へ乗り入れ、東京博多間での運行を開始します。のぞみ号はもともと全車指定席でしたが、2003年10月1日のダイヤ改正より自由席が設けられました。以前よりね、加藤さんからは500系新幹線が発売されておりましたが、今回はこの2003年以降自由席が設定された W4 編成に車番とセット構成を改めてリリースされます。模型は8両基本セットと8両増結セットがラインナップされております。エアロストリーム型の先頭部や断面等が特徴の車体形状を余すことなく再現、従来製品とは異なる車番で製品化、今回製品より屋根上の滑り止めを形状での表現に変更、号車番号、車体ナンバー、車体表記を美しく表現、特攻圧用車体返しをはじめとする屋根上形状を的確に再現、他の仕様については記載の通りです。こちらの商品は 10-1794 500系新幹線のぞみ8両基本セット、 10-1795 同8両増結セット、2023年3月の発売予定です。続いて N700S 新幹線です。今年2022年1月に発売された N700S 新幹線が再生産となります。模型は基本セット4両、増結セット A4 両、増結セット B8 両とスターターセットがラインナップしております。令和2年2020年現在の東京車両所所得 J3 編成がプロトタイプ、L700A とは異なるデュアルスプリームウィング型の
前頭部形状を的確に再現。金色を基調とした側面のシンボルマークを的確に再現。側面から前面に回り込む青帯、形状が異なる床下カバーなどを再現。実車同様、曲線通過時に内側への車体傾斜を再現する加藤さん独自の車体傾斜機構を搭載。他の仕様については記載の通りです。そしてスターターセットについては記載の通りの仕様となっております。こちらの商品は10-1697N700S 新幹線のぞみ基本セット4両、10-1698同増結セット A4 両、10-1699同増結セット B8 両、10-007スターターセット N700S 新幹線のぞみ、2022年11月の発売予定です。続いて旧型客車セットが再生産となります。旧型客車4両セット、茶色とブルーのラインナップです。旧型客車4両セット茶色については、扉配置が独特なスユニ60と客車3両をアソートしたお手軽な茶色の旧型客車セットになります。全車新規車番で構成されておりまして、オハ46、スハ43、オハフ45の客用窓枠は原型窓、客用扉は H ゴム窓を再現。オハ46はスハ43からの編入車で設定。スハ43は後期の増備車をイメージされております。他の仕様については記載の通りです。旧型客車4両セットブルーにつきましては、昭和39年、1964年以降の国鉄で見られたイメージの青色の旧型客車列車4両セットになります。普通列車にも連結されていたオユ10ヒレ棒とスハ43系の3両がラインナップされております。屋根色を作り分け、オハ46が灰色1号、オユ10はネズミ色1号、オハ47、スハフ42は脳灰色となっております。スハフ42の窓枠は銀色、オハ46とオハ47の窓枠は青色、オハ47の側面扉は原型のプレス製ドアを再現。他の仕様については記載の通りです。こちらの商品は10-034、旧型客車4両セット茶色、10-034-1等ブルー、2022年11月の発売予定です。次は HO ゲージです。富山機関区の2種類の EF510 型高直両用電気機関車です。動力装置は台車動力ユニット方式、コアレスモーターを搭載。短期での最小通過半径360ミリを実現。金属製のシングルアームパンタグラフ FPS5 パンタグラフを的確に再現。車体ナンバー検査表記をはじめとした各種表記類を印刷済み。DCC サウンドデコーダー搭載を考慮しまして、車体内には DCC デコーダーサウンド対応のスピーカーの搭載スペースを確保。実物の質感と音抜けを兼ね備えたシースルーの側面エアフィルターを装着。他の仕様につきましては記載の通りです。そしてレッドサンダーの赤い5と EF510 番台は3号機をプロトタイプ、実車同様赤い車体に JRF マークの内姿が再現されております。銀色の5等は EF510-500 番台 JR 貨物色銀色、509号機をプロトタイプとしておりまして、実車同様カシオペアの表現が省略された銀一色の塗装を再現されております。こちらの商品は 1-317HOEF510-0番台 JRF マークなし、 1-318HOEF510-500番台 JR 貨物色銀色、そしてホビーセンター加藤さんで 28-170N HOEF510 グレードアップパーツセット1が発売されます。2023年3月の発売予定となっております。以上となります。皆様の車両増備計画のお役に立てれば幸いです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ヒデ急行ではヒデ急行ブログやツイッター、インスタグラム、またヒデ急ショップも営業いたしております。この後もどうぞ引き続きヒデ急グループでお楽しみください。ありがとうございました。